山崎正義のクラフトパパ。よいしょ。はい、ということで、こんにちは。なんだこれ。2022年また新たな形でちょっとねお送りしていこうということで、なるほど。なんでしょうね、僕はこれは恐竜か、一説には今年の干支なんじゃないかっていうのはあるけど、でも果たしてそうなるかっていうのもちょっと、いやもう分かんねえトミーでいいよ。あ、そうですね、もうねそこはねトラーにしよう。2022年今回一発目の DIY クラフトパパでございます、はいはい、ね、なんかね、昨年の下半期あたりからちょっと支障がない山さんっていう感じが、いや、あのね、はい、いや、違う、無茶振りが多いのよ。今日やることもそうなんだけど、はい、かなり一日じゃ。このクラフトパパはやっぱり、ね、山さんがやりたいこと、作りたいことをっていう形でこう映像化しているというのに、関わられちゃう。こっちに、これはもうエクスキューズなく。昨年の残りがまた出てきますよ、ちょっと。これ、今度これやってください、あれやってください、みたいな。あれもこれもみたいな感じで、そうそうそう、あ、なるほど。だってここにあるものでは限界ありますから。だから俺は家から持ってきたの、あ、出た、火災を。今回は何を作るんですか。あら、スプーン、木の食器。あ、食器、素人感覚で難しそうな感じしますけど、難しいっすよ。ユリゲラーとかじゃこう曲がらないスプーン、曲がらない、うん、バキッと折れるっていう。そっちの可能性ありますけどね、うん、曲がるんじゃなくて。今回はじゃあ食器類を作っていくんですね。そうですね、そうなんですよ、はい、参考書をいろいろめくったらですね、はい、チーク材っていうのが、うんうん、機能種類ですね、はい、でそのチーク材の端材が結構俺家に余ってたんで、なるほど、持ってきたんです。これは一体 何を作ったのかわからないんですけど。まあ、端材が、まあ、端材が、はい、ちょうど、まあ、ちょうどちょっとあれだけど、まあまあまあ、でもね、サイズ的にはって感じですよね、まあ、これも何を作ったか全然覚えてないです、はい、そういう。今回は結構、ね、いろんな種類というか厚さのやつもありますけど、そうで、ね、スプーンだけなんですか。いや、4点セットでまな板までいってほしいっていう、またむちゃくちゃ。まな板が作りたいんでしょ、山さんが。まあ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 、まな板が渋々了承したみたいなやり方。そうだから、はい、まあ、全部で4点なんですけど、はい、スプーン、うん、バターナイフ、お、バターナイフ、バターナイフ、はい、でちょっと、バター皿、あ、はいはいはい、とまな板。ごめん、泊まり込みになる。嘘でしょ。あんまこんな言い方したくないですけど、山さん、俺ケツありますからね。どこ行くねん、そんな格好で。いや、もうこっちも忙しいですよ。まあそれに対してですね、はい、やはり僕一人じゃね、ちょっと、そうですよ、もうなんならもうね、今年はもう最初から板付きでいいと思いますよ。そうですよね、科学店長です。はい、よろしくお願いします。もう私呼ばれないのかと思って。番組店長、これどうですか、食器、これ4点セット。頑張れって。いや、手伝ってもらいます。いろいろと、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。クラフトパパということでね、はい、まず、うん、これ買ってないですか、ね、どうですか、うん、遅いから折れちゃったりとかしたらね、また最初からやり直しみたいなのもありますもんね。あれあれですね。若干そこも期待しつつ、絶対やり直した。一回作ってるんよ、だから。その時はうまくできましたか。手順も間違えてし、この皿の部分がパキッて割れた。あら。おかわりをね。みんなの期待を裏切らないようにしたいと思います。ほら、これちょっと微妙に見たことある、うん、テトス。あ、ほんとだ。だからこれだとちょっとまっすぐになりすぎる、はいはいはい、なりすぎるけど、その辺はほっといてくれ。でもやっぱり持つところもそうですけど、やっぱりね、口に入れるそのね、そうなんです、ところが、そこの部分も考えてあるんでね。あ、考えてある、うん、最後の仕上げを楽しみにしてね、どうするかっていう、はい、一つですよね。え？
あかんの？いやいや、別に質問しただけなんですよ。こんな喧嘩をしに来るとあかんの？ナイフ、ナイフ、スプーンで欲しけりゃ小さいスプーン。スプーンでしょ、うん、多分これぐらいに小さいのでちょっと型取りみたいな、型取りみたいにしましょうかね。はい、2022年のグラフのグラフトパパでちょっとなんかあんまりね、うん、気性荒い感じではなく平和な感じでね、穏やかな気持ちでやっていきたいと思ってるんですけど ね、この間そんなに気性悪かったの？なかなかでしたよ。デンガナ漫画だからすごかった。すごいデンガナ漫画。まずは、うん、これをここ固定してですね、スプーン、水を掘る。先にやるんですね。先に。あ、すごい。作成のそうですね、うん。これは自前ですか？そうなんです。あら家から持ってきます。ただ、すごく消えないんで、クラさんの彫刻取ったんですよ。酸削りでもう諦めました。こっちの方がいいよ。全然違いますか。うん、持ってくるんじゃなかった。見た目的にはこっちの方がめちゃくちゃいい。なんかね、よさらけな感じしますけど。そうなんですよ。もう今回だから結構細かい作業が多いんじゃないですか、うん、そしてここに出来上がったものがなんです。いや、早い早い。さすがに早い。さすがに早いよ、これは。それでいいなら、たぶん今日午前中で終わりますよ。奥は深いですけど、先端は。先端薄いんです。で、これがね、約1分ぐらいらしいんだな、深さが。はいはいはい。あんまり深く掘りすぎちゃうと、うん、なんか、調理器具というか、計量カップみたいな。そうそうそう、うん、大さじ1杯みたいになっちゃう。それはさすがにね、確かに。でまた米粒が残るみたいな。だから俺が作ったのがそうなっちゃったんで。ああ、そうなんですか。だから今コーヒーの粉を入れるのに変わってしまった。ね、食べるの専用じゃない。でちょうどその一杯がコーヒー一杯分。適量な感じなんですね。適量になってしまった。深さを変える。ああ、これどう。あ、いってるな、もうちょいか。5ミリもうそろそろ。おお、そう。俺今日は汗かかないと思ってたけど、かくのか。あのページ今見てますよ。これ再現するの結構大変じゃないですか、このしなやかなところ。私は無理だな。白旗上げてもらって、早くも。やっぱ繊細な作業だな。ねえ、すごく細かいところ。それだったらいいですか。うん、なんかすげえしなってっから怖いけど。すげえしなってっから。なるほどね。俺今日マッサージ機持ってきたから。休憩中すげえ振動するなと思ってマッサージ機でやってましたね。工場の音みたいな。うーんってやつ。うーんってすごいやつ。こんなちっちゃいけど民生さんも持ってたしな。おじさんがもう持ってることで、ね、ちゃおじさんばっかりが持ってる。できてるから。ちょっとね、ここはね、毎回ね、毎回こう、例えばほら、スーパーとか行って、はい、袋詰めするときに指が滑って袋開かなかったりする。はい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 。もう大人になってくると油分なくなってさ、カーナビとかも全然反応しねえなみたいな。手がカッサカサでね。カッサカサやんけ。そうなんですよね。
ちょっとぶつかって切りづらい感じ。おおすごい。そこをこうクランプするようにあえてそこを取らないと。そうなんです。ああなるほど。うん、ここ細くなると怖いですね次。ねえ。ちょっとやめてよパキだけは本当に。本当だよね。本当に。やめてよがちょっと期待してる。いやいやいやもうだって時間かかるし。きつあるし。確かに。パキだけはやめてほしい。パキだけはね。もうそうなった瞬間下から、ね、これが出来上がりましたみたいな。なる可能性ありますよね。これだし、こんなになりました。うわ、うわ。若干今さ、パキリに行ってませんか？大丈夫ですか？パキリに行くってどうやってやる？あえてパキろうとしてません？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。もうあとは、これ、もうこれのみ。この間の竹とんぼみたいな、うん、こう行かないといけないんだ。だからこうなってるわけです。はいはいはい。ちょっと浮いてる。大丈夫です。竹よりもひょっとすると削りやすいのかもしれない。あー川上店長も横でなんか親切かっぱ読んでも大丈夫なんですか？じいちゃんの職場にまた遊びに来た孫みたいな。お菓子呼ぶでボリボリ食べてね、たまにこういうの触って怒られる。ね、怪我するぞ。勝手に触ってんね。が大変だっていうのがすごく触れますね、うん、こうやって授業中ふけ集めてるやつ。汚ねえな。斜めに切り落とした。そう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 。おお、もう今の感じだと何でしょうね、もう最古のスプーンって感じで、人類が初めてスプーンを作ったっていう風に今すればもう完成ですけどね。そうしようよ。人類最初のスプーンですこれ。軽くでもそれさ、はい、バカにしてる。博物館とかに、ね、展示されてたらね、おーこれがスプーンなんだみたいなね。上のねネアンデルタル人がこうやってるみたいな。もうそれだったらすごいですよこれ。結構握力も。ああ。今どの部分をやろうか。このここのカーブ。おお。裏側の。そう。こういうとこ。本当だ。ちょっといびつな方が可愛いって。なんかね、すごいおしゃれな感じで出てますよ。あ、本当に？可愛い感じ。あ、でも山さん、そこの斜めな感じもいい感じで生きてますね。うん、ちょっと見せてください。あれどう？うん、はい、石器時代は超えたね。いや、全然室町ぐらいまで行ってない。行ってます、行ってます。 もっと行ってるなっすよ、それは。ねえ、ね、そこ本当大事なんですね。あ、これが良かったね、これで切ったから。この斜め切りで、斜め切りのマザです。以後よろしく。大官の頭はこれで切った。弱いな。あ、斜め切りのマザ弱いな。なんかでもいいですよ、ちょっといびつな感じがまた、うん、すごい味が出てるね。はい、この作業がなかなか こうやるのがいいわ。何ていうのかな。ちょっとテレビ見ながらでもできるかな。エクササイズ的な。なんか巻き締めてね、このね、皆さんご一緒にって感じ。ちょっと親指つらいけど。
うん、かわいい。かわいいって言うの？いや、だいぶかわいいですよ、これ。かわいいもの以外でも、形がかわいかったらかわいいって言うんじゃん。かわいかねえだ。いや、全然なんかね、ほんとわけわかんないってありますよね。見てこの空の雲、かわいいのがすげえやる。いいじゃないですか。空かわいいの。空がかわいいの。すげえな。じゃあお前は神か。うさかわいいね。それそれ。使ってる使ってる。武骨かわいいね。武骨かわいいね。武骨っていう言葉がかわいくないかもしれない。そこはどうですか？その感じが伝わってるのか、いい感じですか？伝わってるのかな？かわいいですか？笑めっちゃかわいい、ここかわいい、うるせえ、かわいいってなんだ、川辺に立って叫ぶぞ、かわいいって何。さて、次はナイフ、なるほど、切り出しましょう。続いての工程いきましょう、うん、クラフトパパ。